はい、どうも、皆さん、こんばんは。音聞こえてますか？どうですか？音聞こえてる？お花、今帰ってきたよ。今帰ってきた。お疲れ。お疲れっす、みんな。今帰ってきた。映像、OK、センスさん、ありがとう。お疲れ。いやー、飲んだね。帽子ね、これずーっと欲しかったんデザインがなくて、今日上野の行きで、ようやく見つけて、このハットが欲しかったんだよ。ガキの頃かぶってて。そう。俺、このハットが大好きで、パンクスがよくつけてるハットなんだけど、最近このデザインで売ってないの。2つぐらい買い物したかな。2つぐらい。いい買い物できたよ。いい買い物できた。似合う？いや、だってガキの頃ずっとこれだったもん。ありがとよ。もうだから懐かしくて、ずっと探してたんだけどなくて、今なんか深いハット、これよりも深めのハットで、浅いパンクハットみたいなのがなくて、でこれ3000円だったから、いや、これ買えじゃんと思って、あとマスク買ったね。マスクとこれ買った。フェイスマスク。2つ、いい出会いがあったね。フェイスマスクもつけてみる。やっと見つけたね。ずっと欲しくて、この帽子は。こだわりがほら強いじゃん、俺。アスペだから。あとフェイスマスクもかっこいいの手に入ったよ。これ米軍が使ってるやつ。これは当たりだよ。これはいいね。こういうマスク。なんでマスク好きなんだろう、俺。これいいね。これいいでしょ。この2つ買ったね。髪の毛も出せるし。なかなかいいマスク手に入ったね。なんか、米軍が使ってるやつ。で、これがいいの。口開くんだよな、ここ。そう。だから、タバコも吸えるのはでかいかな。髪の毛も出して、タバコも吸えて。ちょっとここいらないけど、布製だからフィットするし。鼻も開くのか？鼻も開くのか。これはいいよ。もうこれで配信やってもいいぐらいだもん。これで配信やってもいいぐらいだ。新生ワド。東京グールみたい。ちょっとでも違うんだよね、デザインが。東京グールってなんか流行ってるよね。あれ何なんだろう。見てないんだよね。まだ。あれ何なの？東京グールって。アニメか漫画かなんかだよね。いやー、そうそうそう。今日はね、一個ね、素晴らしい体験をしてね、素晴らしい体験をしたよ。セルフでもう一回、ニルバーナに近づいたね。だから、一回開いた扉がもう一回開くのかっていう不安があったんだけど、コントロールすれば、これまだ開きっぱにできるんだって思った。だから、それはすごい自分の中で安心して、このパワーは失ってなかったと思ったね。そこは俺にとって救いだったかな。
俺にとってはかなりの救いだったかな。なんかでもいろんな配信者に今日聞いたけど、お前らいろんな自分のもう一人見てる配信者に和道さんがしゃぶ中になったとかさ、和道さんがおかしくなったとか病気が悪化したとか、なんかいろいろ言ってるらしいな。なんか和道さんが大変っつって、どれさんからも言われたし、いろんな配信者から言われたよ。何があったのっつって、なんかしゃぶ中とか言われたし今日。違うかんね、そういうことじゃないかんね、みんな。はい、こんばんは。こんばんは。そういうことではなくて、本当に開いたんだよ、俺は。本当に開いたんだよ。まあ、信じられないと思うけど、みんなの中では。だから何でも話すから、何でも聞いて。本当のことを全部みんなに伝えるから。グッドトリップでも近い体験。グッドトリップって何なの？グッドトリップって何だろう？もう一度いらっしゃい。もう何でも話すよ。シェアしとこうよ。シェアしとこうよ。でもなんかその心の変化にまだ体がついていってないっていうか、なんかね、まだ対応しきれてないかな、俺の方が。なんて言うんだろう。まだ、着地をしてないっていうか、空中に浮いている状態っていうか。どうした？だから、囲いだった人ほど、結構心配してるね、俺のことね。ハット、いや、結構気に入った、買って、今日。いいの見つけたから。ああ、白カラスさん、ありがとう。ありがとサンキュー。でもだん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 コントロールしていかないとダメだなとは思ってるけど。完全にでも顔変わったね。自分でもタイムシフト見てみて、扉を開く前と扉を開く後について。あ、似合う、ありがとう。 ありがとう。自分の中でもまだ整理がついてなくて、でもだんだんこっちの世界に慣れてきたかな。恋愛に年齢は関係ないよ。人を好きになるのに年齢なんて関係ない。サングラス似合うかな？あんま、でも、ビジュアル的なことはあんまり、その若いうちだけだよ。年取ったらさ、みんな同じ顔になるんだよ。バーの店員っぽい。バーの店員っぽい。最初だけだよ。顔とか気になったりするの。性格なんだよ。心なんだよ。内面。最終的には。ていうか、声大丈夫？ちゃんと BGM でかいとかない？大丈夫？なんか、ちょっと酔っ払ってるから。声のバランスとか大きくしてほしいとかあったら言ってくれたら変えるから。ちょっと今酔っ払ってて。あ、俺のこと？本当に？ありがとう。でも、なんで好きになったの？俺のこと。OK、大丈夫。声聞こえてる？どういうところが好きなの？俺の。Like, love。内面含め、ありがとう。嬉しいよ。だってね、ゆずさん、ずっと見てるわけじゃないでしょ？俺のこと。配信者と付き合っても幸せにはなれないよ。もっといろんな人と素敵な恋をした方がいいよ。まあ俺は来るものは拒まないけど、全部受け入れるけど。
考えとか全然深くないよ。もっともっと深い人いっぱいいるし、もっともっと、頭のいい人いるし、ただの中年のハゲのデブの寄り目だよ。ありがとうね、でも。ありがとう。ね、女の人に好きって言われたら嬉しいよ。フォローしてね。ありがとう。でも、もう俺は、特定のね、彼女とか今いる状態じゃないから、どうなんだろうね、彼女できるかな。もう3ヶ月ずっとほったらかしにされてるからね、世の女性から。全然モテない、ほんとセックスしてないもんな。この状態でセックスしたらどうなるんだろうね。モテないよ、声かかんないもん。声かかんない、全然。まあ金稼いでねえしな、貧乏だからな、貧乏だからな。まあ無理でしょ、女の子はね、やっぱ生活力とか求めてるから。まあでもね、ありがとう。ありがとうね。扉をね、開いてから、初めて今日、シャッターを切ったんだけど、もう溢れてくるのね。イマジネーションというか、世界の捉え方が全く変わって、考えることとか、感じることとか、あと普段無意識に考えてたこの雑念がなくなって、深い深い集中っていうか、深い、思考ができるようになったっていうのが一番すごくて、あとシャッターを切った瞬間向こう側に行けたんだよね。だから扉は完全に閉じてなかったんだっていうか、閉じたと思ってたけど、実はこの器に縛られてるだけで、実はすごい深い深いところにいるんだっていう、いつでも開けることができるし、ただ開け方は人それぞれだと思うけど、まあ閉じてなかったんだっていうのはね、すごい体験だったな。好きなことをやれってこういうことかっていう。すごい幸せもんだよね。好きなことさせてもらってさ。すげえ幸せだよ、俺。みんなありがとう。いや、本当にみんなのおかげなんだよ。本当にみんなのおかげでやってこれてる。はい、こんにちは。みんなのおかげで生きてこれてるし、みんなが生かしてくれてんだよ、俺のこと。ありがたい。ありがとう。ね、どこまでいけるかわかんないけど、頑張らないとね。お疲れ。お疲れ、上杉さん。今日も来てくれたの。レギュラー化してきてる。嬉しいな。ありがとうね、いつもコメント書いてくれて。まあ一部だと思うよ。すごい人口が多いからね。どの世界でもそうでしょう。野球でもサッカーでもスポーツでも、何でも、芸能界でも。増えていけるのは、ごく一部だよ。放送待っててくれたの。ありがとう。今日も一緒に精神世界の旅をしましょう。一緒に。あと、アートとね、精神世界の話ができたら嬉しいですね。芸術とか、アートとか、音楽とか、あと精神、心のことだよね。心の追求をしていきたいね。マジで？あ、仕事？ロムリながら。オッケーオッケー。ゆっくりね。いい睡眠になるといいな。金魚姫が。いつもありがとうね。ハートありがとう。大好きだよ。手繋いでラブホに行った？秘密だって言ったんだけどな。ドレさんと俺ができてるのは内緒だよって言ったんだけどね。ダメだよ。
んだろうな。でもなんだろう、本当ね、生まれ戻ってきて、なんだろう、その全てが、全ての捉え方が変わっちゃったし、そのなんて言えばいいんだろうな、世界の見え方も変わったし、でも自分は考え方だけ変わって、その体とか経験とかはそのまんまだから、ゆっくりゆっくり体も急激に変わり始めてて、そのまだ追いついてないんだよね、その自分自身が。配信なかったら、だからライブハウスやったり、やりたいことやってたよ、ネットワークビジネスやったり。だからタラレバって言うんだけど、何々してたら、何々してればとかじゃなくて、セフィゾー全部つながってんの。俺が映画撮りたいと思った意味も分かったし、格闘技に出会ったのも、ドレさんに出会ったのも、カオスに出会ったのも、セフィゾーと出会ったのも、みんなと出会ったのにも全部意味があるのね。なんか運命論者じゃなかったんだけど、全部自分の力で変えていくんだって考えてたけど、違かったんだよ。俺らが出会ったのには意味があって、お互いにね。そうだからね、何を知っていればよかったとかじゃなくて、なるようになってるんだよね、今の自分は。全部つながってるんだよ。だからその俺が扉開いたのこともそうだし、今も全部つながってるから、だから無駄なことなんか何一つないのね、うん、何をしてたんじゃなくて、もうなるようにしかなってねえんだよ。来るべきところに来て、行くべきところに行く、それは自分で決められることじゃなくて、うん、まあでも心の声に従ってやってきたから、まあまあ、でもみんなたどり着くところは一緒だから、全人類、全生命体、全物質は全て同じところに帰るから、だからそんなにあんまり縛られなくていいんじゃないかな。お金だとかさ、地位とか名誉とか、そういうことじゃないんだよね。そういうことじゃなくて、仲間を大事にしたり、恋人がいるなら恋人を大事にしたり、なんかそういうことなんだよね、うん、愛を持って接することができるかどうかっていうか。そうするとね、全部返ってくるよ自分に。全部自分に返ってくる。優しく包まれるよ。だから困ってる人がいたら、自分ができることがあったらしてあげて、求められたら全力で応えてあげて、困ってる人がいたら優しく抱きしめてあげて、うん、自分を求められたら自分を全力で差し出すっていうことが正解なんだと思うかな。今はね、だから、うん、それができる人になれるかどうかじゃん、今後。で、自分のことは最後だよね。うん、自分のやりたいことなんかないんだよ、本当は。本当はゼロなんだよ。うん、おお、いたばばあ、久しぶり。ありがとうね。花火ありがとう。いたばばあさんから花火いただきました。ありがとうございます。ありがとう。いつもありがとうね、いたばばあ。今日もいたばばあのバッグ、毎日使ってるよ。大好きだよ、いたばばあ。ありがとう。ありがとうね、いつも。だから、あんまり、その、なんだろう。縛られなくていいよ。辛くなくていいよ。自分のことをいじめなくていいよ。受け入れてあげてさ。愛情表現は全部受け入れた方がいいと思うね。自分のことを愛してくれる人ってなかなか現れないからね。
愛用してるよ。リタバーバーありがとね。おやすみ。ゆっくり休んでね。また遊び来て。ごめんね、あんま配信絡めなくて最近。タイミング悪くて。ありがたいね。じゃあどの辺の話しようか、今日は。そうだな。なんかこう、悩んでることとか心に引っかかることっていうのは実はものすごくヒントで、その向こうの精神の世界っていうか、ゴール、みんなが死んだ後に行ったりとか、最終的に生きてる間にたどり着くゴールっていうのは、実はその一つだけなんですよ。圧倒的に一つだけで。ただ、その与えられたその宿命っていうのかな、与えられた器の中にはそのカルマがあって、ありがとう、ありがとう、板ババありがとう、無理しないでね、ありがとう板ババ、花火ありがとう、おやすみ、ありがとうございます。その与えられた運命をどう全うするのかとか、そのどう向き合っていくのか、どう受け入れるのかっていうことがすごく大事で、やっぱり人間ってさ、他人と比べて、身近な人と比べて、で、俺の方が、なんで俺は、ね、あいつよりいい思いしてねえんだとかさ、なんであいつはいい思いしてんだとか、いろいろ考えるけど、でも、それは、本当のことじゃないのね。本当のことじゃなくて、もっと優しさをね、全面的に出して、自分のことを愛してあげた方がいいと思う。自分のことを好きになってあげた方がいいと思う。それができるようになると、本当に自分のこと、要は向こう側から愛された時に、それがね、自分を受け入れることができるし、自分を受け入れると他人を受け入れることができるから、だからこう自分を受け入れた方がいいんじゃないかなと思うかな。なかなか難しいことだけどね、俺も33年それは一切できてなかったから、自分でそうだって理屈では思ってたけど、心の底から腑には落ちてなくて、でも実はこの世界は汚いようで愛情と安らぎと幸福に包まれていて、本当に。残酷なことだけじゃなくて、残酷に見えるかもしれないけど、実はその決まったように動いているわけですよ。だからみんなができることを、一生懸命やる、みんなが感じたことを一生懸命やるっていう、それが多分一番みんなにとっていいことだし。で、なんだろう。誰かの答えを妄信したりするのもまた違くて、この人が言ってることは100%正しいとかじゃなくて、心の声に従って委ねるっていう、あ、この人だっていうヒントをもらったら徹底的に追求した方がいいね。わからなくても、たとえ理解ができなくても、傾聴、耳を傾ける、心の声でちゃんと聞く。で、いつか答えが出た時に意味がわかるから、そういうふうにすると、いいと思う、俺は。出会うべく人に出会って、導かれるように導かれて、で、全てを受け入れればいいんじゃないかなって。全部優しさに包まれればいいんじゃないかなと思うかな。で、こだわりを、仏教でいうところのこだわりをなくせっていうこと、こだわってるものが何なのかって、その死だよね、最終的には。自分のその心の器を、性欲、睡眠欲、食欲、生存本能だよね、そこを解き放つことってものすごくハードルが高いはずなんですよ。圧倒的な体験、自分のその生命すらにも
価値なんてなかったんだっていう気づきを俺はもらったの。でもそれは多分ね、みんなはゆっくり聞いてくれてるから、心を開いて俺の話を聞いてくれてるから受け止めてくれてるけど、とてもじゃないけど人間の理性では受け入れがたいことでしょ。だって、いや人間なんだから食べてかないと死んじゃうよって、寝ないと死んじゃうよって、なんかしないと死んじゃうよ、働かないと死んじゃうよって。でもね、突き詰めていった先には悪い意味ではなく死を受け入れることができるようになる。そう、俺らが生きてるそのレベルというのかな、器ではなくて、実はこの世界で起きている全て、その僕らが縛られているこの器の中の世界の中では、実はその感じれることとか、生命が全てだと思ってるから、だからそこを一回突き詰めて考えて、まあ考えても結局生命が可愛いってことになるんだけど、でも生命活動すら超える、要は時空を超えていくっていう経験っていうのはいつかみんなにもあるかもしれないから、でそれこそが死後の世界だから、その何て言うのかな、みんな幸せになるためにこう毎日を生きてほしいかな、みんなが幸せになってほしい。で、そして嘘だって思うかもしれないけど、全員が幸せになることができるのね。お疲れ、トンちゃんいらっしゃい、お疲れ様。みんな生まれてきたことに価値があるし、隣にいる無価値な人間だと思う人にも価値があるし、そう、全てに価値がある。その一つの答えにたどり着くまでの旅なんだ、ここは。だからその現実を本当の意味で体感してほしいかな。女、猫まちゃん、猫まちゃんは帰ったよ。俺は帰ってきた。女っていうのは猫まちゃんのことかな。今日初めて会ったんだけど、ね、彼女も幸せになってもらいたいし、全員が幸せになってもらいたいね。スランプなんかないよ、全然。スランプだと感じてたけど、スランプなんてなかったんだよ。全然今幸せだよ。最高だよ。ああ、トンちゃんだったの、あれ。そっかそっか。帰った帰った。とんでもない。またね、飲もうね、一緒にね。あれ、トンちゃんだったんだ。また一緒に飲もうね。ありがとね。若いかんね、トンチョンね。いや、わかるよ。わかるよ。一発ね。でもね、なるようになってるから。東京都オリンピックの電波。
キャスバーじゃなくて、俺、金梅さんと、あれにいたね。カラオケに行ってたね。金梅さんと一緒に。で、まあ、いや、案の定、やっぱ、猫間、ウケるだろうなと思って連れてったんだけど、まあ、猫間は、いい仕事したよね。猫間、いい仕事したよ。あと伸びるかどうかは本人次第だよな。伸びるかどうかはわからない。どうなるだろうね。ああ、だから母親が子供を愛すっていうことは無条件じゃん。お母さんが子供を可愛くて子供を抱きしめて子供を可愛がることに理由なんかないじゃん。可愛くて可愛くて可愛くて、そういうふうに全員と接することができたらいいよね。全員、母親が自分の子供に接するように、全人類と接するというか、いろんな人と関わるというか、やっぱそういうふうにあるべきだと思うな。まあ無理だと思うよ。嫌いな人もいるし、拒絶する人もいるし。でも拒絶されたとしても、そうすることができる人がいたら、俺は素晴らしいなと思う。え？俺のこと？ありがとう。ありがとう。ありがとうね。ゆずさん、ありがとう。でも、出会う人と素敵な時間を過ごして、そばにいる人を大事にしてね。俺と出会うかもしれないし、俺と関わるかもしれないけど、出会ったそばにいる人を愛して、近くにいる人を愛して。おい、メトロワトツ、いつもありがとう。おかえり。無条件にそばにいる人を愛するってことは大事だよ。そうしてあげて。ああ、今仕事してるの。お疲れだね。3時だ。頑張って。じゃあメトロさんのね、耳のお供になれるように頑張るね。でも、そう、素敵なこと言うね。ゆずさんはね、無条件に好きだって。本来そうだよね。お金を持ってるから好き、かっこいいから好きじゃないんだよね。好きは好きなんだよね。心が動くんだよね。好きだなーって、この人好きだなーって。本当に言ってんの？俺のことフォローしてないじゃん、ゆずさん。違うでしょ？俺のことフォローしてくれてる？じゃあなんで1年ずっと好きって言ってくれなかったの？待ってたよ。
なんで今頃好きっていうのよ。フォローしてないじゃん、俺のこと。本当に1年も好きだった。ありがとう。でも俺のことを好きになってもダメよ。なんだろう、ね、抜いてください。何を、ああ、のんちゃんいたから。いやー、どうだろう。セフィゾーとセックスはしたくはないかな。だったらオナニーだよ。特にセフィーとセックスしたいとかないね。女の子は抱きしめたいけどね。可愛い女の子抱きしめたいけどね。いや、嫌でしょ。気持ち悪いおっさん同士が抱き合っても意味がないからね。やっぱ柔らかくて優しくて可愛い女の子にね、大好きって言われたいよね。いや、だから今日昨日配信者の人といろいろディスカッションしたんだけど、ドレさんも「お前 DM とかすごかったよ、コメントとか」って、和道が悟り開いたぞとか、和道さんが病気になっちゃったとか、和道さんがしゃぶやってるとか いろんな配信者に言われた。もう薬中になったとか、病気が悪化したとか、本当に悟ったんだよ。でも俺もびっくりしてるの。俺もこんなことが人生に起こると思ってなかったから。もちろん精神世界の探求みたいなことはずっとやってきた、子供の頃から。俺はこの世界が許せなかったし、俺は自分の人生に起きた境遇っていうのを許せなかったけど、この世界は美しいし、俺の人生は素晴らしかった。とてもとても素晴らしいものだった。シャブやると人に優しくなるの。俺はシャブなんかやんないよ。シャブなんかやらないよ。俺は何もしない。ただ自分の心と向き合い、自分の心の奥にあるものとか、この宇宙がどうなってるのかっていうのを自分なりに知りたかった。その答えが出た。要は全てに合ってきたから。セフィのことを、セフィなりの愛情を持って接しても、ははは、ありがとう。一緒に共有しよう、この世界を。俺らは体があるから、体に縛られてるから、心に縛られてるから、なかなか一つになることはできないけど。おお、ピロリーいらっしゃい。いやー、ポエムじゃないよ。いいね、ありがとう。質問に答えていってる。ね、でも、求めてる人、たどり着く人、必要な人のところに全てが与えられるから、苦しみも悲しみも喜びも楽しさも出会いも別れも暴力も何もかも意味があることだから、だから飛び込んでいけばいいよ。受け入れればいいよ、全部。ありがとう。変なキノコは食ってねえよ。イベリコいらっしゃい。変なキノコ食べてない。悟った。ニルバーナ。ニルバーナだね。涅槃。
この世のすべてを見てきたよ俺は。もう5日間この状態ですからね。人はいつでも変われるんだよ。お父さんにしか見えない私はダメなんですね。ダメなことなんか何一つないよ、うん、ダメなことなんか。和道ブルーっていうかね、だから赤が受け入れなくなっちゃったんだよあんなに赤と白と黒好きだったのに自分の色がブルーだったんだっていうか、もっと本当は紫がかった本当のブルーなんだけど、ここに少し紫が入ったブルーを表現したいんだけど、うん、色の世界も勉強してて、最近ブルーだね。髪もブルーだしね今、うん、あのね、ありがとうピロリ、ありがとう。自分のものじゃないんだよゆずさん、自分のものにしたいって、それは不可能。そうじゃなくて自分が何を求めていて何をしてどうしていくかなのね。だから自分の心のジェミニに従って、みんなの心の中にはジェミニが住んでるから。ジェミニってわかる？ジェミニってわかる人いる？ジェミニ、双子？ジェミニ、色の力っていうか、俺が好きな色を作っていくかな、うん、ジェミニは車、みんなの中にジェミニはいるから、うん、ああ双子座のことね。ジミニーだね、日本語で言うとジミニーかな、うん、両親、心の両親、ジェミニー。なんかこうワクワクしたり、こうこれが正しいって本当は分かってることっていうか、逆にその教えてくれる間違ったことをやったら寝れなかったり不安になったり、それが怒りに変わるんだけど、最初あれって誰かを傷つけたんじゃないかなっていうのは発動するでしょ、うん、だから双子でも合ってるかもね。もう一人の自分の両親だよね、両親、そことそこの心の声に従ってさ、でそいつはずっとヒントをくれてるから、ヒントをくれてるどころかずっとそばにいるし、うん、嘘をつかないよ。それが神様なんだよね。神っていうのは世界のダルマ、世界の法則を俺らの世界に持ってきてくれる人のことを言う。天使とか悪魔とか神がかってるとか言うし、奇跡だとか。だから俺らが神と呼んでるものは使いなのね、向こう側からの本来の真理からの使いで、で実はたくさんいる、みんなのそばにすぐ近くにいる天使、使い、神は。でも
ああ、だから、もののけ姫ってすごく良くて。鍛えてないね。格闘技は、今できる状態じゃない。空中に浮いてしまってるから、俺もまだ、足がついてないのね。浮いちゃってるんだ。まだコントロールを完全にしきれてなくて。で、いろいろ試してる。今日はカメラをやったり、ご飯を食べたり、寝たり。で、格闘技っていうのはまさにこっちの世界の究極の論理の、人を殺すか、やられるか。要は戦争本能だけを使って研ぎ澄ましていく真逆の世界なんだよね。だから今、とてもじゃないけど格闘技ができる上じゃない。そう、非暴力の究極系に今いるから。だから捨て頃とどう向き合っていくのかっていう。それはね、ちょっと自分の中の最後の楽しみだと思ってるんだけど、とてもじゃないけどね、誰かを殴るっていう発想とか、体を鍛えるっていう状態じゃないんだ。ふわっとしてて、ごめんね、ピロリンさん。そういう、こっち側の世界のパワーっていうのが、だから俺も辞退した方がいいのかっていうこととかもすごく考えていて、やった方がいいのか辞退した方がいいのかっていうこともすごく考えていて、まだ答えは出てないんだけどね。どうした方がいいのかっていうのはまだわからない。忘れないよ。ありがとう。忘れないよ。ありがとう。もし本当にお付き合いしたいとか本気なら、LINE ください。もしあなたが本気なら、LINE をください。僕はね、もう33なの。で、30過ぎてくると、20代とか10代とかは付き合ってください、嫌です、はい彼女です、私彼女ねとかでしょ。違う、自然と結ばれてるの。自然と出会った人と自然と勝手に仕事をしてるの。だから俺はゆずさんの思いっていうのはありがたく頂戴するよ。ありがとう。でもね、だから、じゃあ、僕が、OK。じゃあ、セックスしたから彼女なのかっつったら、セックスしたから彼女じゃないの。パートナーじゃないの。お給料もらって仕事してがパートナーじゃないの。そう。もう言葉を超えてるから。つながるの、勝手に。自然と。そういうもんなの。自然といつの間にか周りが彼女っていうのが普通。まあ33、今年4ですね。あと2ヶ月で誕生日なんで34になりますね。あ、老け顔だからね。老けてますから。だからそばにいるのが一番いい。そばにいて、そばにいることが正解だと思うよ。で、そばにいれなかったら、違うね。ああ、いや、若いんだね、ピロリンさん。ピロリンさん、アイテムいらないよ。18歳からお金をもらったらダメだよ。
アイテムもらったらダメだよ。うん。成人するまでは無料で見てください。ピロリンさんが、自分で稼いだお金じゃないでしょ？16歳か。16歳か。そっか。16歳か。困ったな。そっかそっか。16歳か。ドレさんっていう人がいて、ドレさん若い女の子好きだね。ありがとね。16歳の貴重な恋を受け止めるには、君の人生がかかってることだから俺には受け止めきれないかな。いや、緊張感というか、多分、人を好きになるっていうことがものすごく重要な年齢なのね。で、参ったな。参ったね。15歳の時にじゃあ俺のこと好きになり始めたの？ ああ、とてもじゃないけど、あなたが好きになる人は他の人ですよ。もっと若くて、素敵な人がいっぱいいて、それは困るね。もう少し大人になって、売れ残ったら僕のところにおいで。いや、2年とかじゃない。時間が早すぎる。少なくとも、まだだよ。ありがとう。とても勇気のいることだね。16歳の大好きですわ。ありがとうね。困る。いやー、他にもたくさんありますよ。もっと、身近にいる素敵な人を見てください。16歳は本気になって傷つく年ですよ。本気になって傷つ、この人なら傷ついてもいいなっていう人と結ばれるべきだと思うよ。この人のためだったら私何でもできるっていう。で、ボロボロになって、ね、大人になってください。僕が初めて人を好きになったのは、17歳で。17歳で、19歳の時に僕は初めての失恋をしました。本当の失恋ね。本当の失恋をしたのは19歳。今では思い出せないね。名前だけが記号として残っていて、そういうもんなんですよ。本当に好きで、本当に泣いて、本当に会いたくて、切なくて。でも、今では顔も、名前だけは覚えていて。そういうもんなんですよ。だから、その気持ちは、僕じゃなくて、他の素敵な人に、あったよ。大好きで、俺はライブハウスやる。地元に残るって、彼女は東京に行くって、俺はアニメを好きになったの、その彼女のせいなんだよ。その彼女は逆に音楽が好きになった。誕生日プレゼントに攻殻機動隊の DVD をくれるような女の子だよ。僕が付き合ったことある人のほとんどが画家なんですよ。絵描きなんですよ。これは言ったことあんまりないと思うんだけど、ほとんど絵を描く女性ばっかり。そう。だからヒントはある。初めて付き合った女の子はアニメーターを目指していて、絵をずっと描いてる女の子で。だから俺は今でも彼女のことは思い出せない。彼女との顔も思い出せない。声すらも思い出せない。でも、いまだに映画館のアニメーションの映画館を見に行くと、必ずエンドロール最後まで見るのは彼女の名前を探してるんだよ俺は。いまだに夢叶ったかなって。
偶然じゃなくて何かあるのかな。いや、だから俺もそれ、この前気づいたの。そう。だから俺が絵が描けなくて、で、彼女たちは、僕のことを好意を抱いてくれたのは、だから写真やったんだなって、全部つながるんだよ、本当に。これ無意識なんだよ。でも若い女優と大人の監督が付き合うってありそうなのにな、叶えてあげてほしいな、勝手なこと言うと。若い女優っていうのは何だろう、誰が若い女優なんだろう。誰が若い女優なの。そう、不思議なことがいっぱいある、世の中には。不思議なことがある、とんでもないよ。何でも話すから、本当に人生って不思議なんだよ。みんなの人生だよ。俺も不思議だった。でも俺とみんなはもともと一つだったから、ただこの世での役割が違うだけの、この世での役割が違うだけで、もともと俺らは一つだったの。あ、歌うまかった？そう？ありがとう、ボボさん。お寿司ありがとう。やっぱ、アティチュードだからね。音楽っていうのはアティチュードだから。演奏がうまいとか、そういうことじゃなくて、心が奏でるものだからね。歌は。ありがとう。北の美少年さん、歌うまかったね。すごい歌うまかったね。忘れなくていいよ。忘れなくていいよ。でも僕は16歳の女の子と性的な関係もにもならないし、絶対にならない。で、多分君が求めてるのは多分幻想だよ。俺じゃない。必ずゆずさんには素敵な人がいるから、必ず出会うから、大丈夫。配信で人のことを好きにはならないよ。わかんないけど、それはわかるから。次好きになる人がもし仮にいたら、ああそう、ああこういうこと言ってたんだって、手をつないでくれて、寂しくなった時に抱きしめてくれる人必ずいるから。僕はゆずさんがどこに住んでるのかも、どんな生活をしてるのかも分かんない。で、まだゆずさんは16歳だから、お父さんとお母さんに愛される人なの。今ちょうど転換期だね。お父さんとお母さんから愛を受け取る年齢から、その誰かを愛する、誰かを好きになったりしてる年齢だからね。あ、シェリーは配信者の歌だよ。シェリーは配信者の歌だよ。ハートありがとう。シェリーはいいよ。苦しんだんだよね、尾崎豊も。今、和道が好きな気持ちは、それはそれで真実なんだろうけど、時が経えば気持ちも変わっていく。人間の、この世界での素晴らしい、唯一のシステム、こっちに帰ってきた時に、これはすごいと思ったことがある。この世界に。忘れるっていうことだね。本当は覚えてるんだよ。本当は向こうに持ち帰るんだけど、
この世界では忘れることができるんだよ、良くも悪くも。これはでもすごいシステム、本当は覚えてるんだけど忘れるんだよね。だから毎日を頑張らないといけない。なんで私はあんなクズ好きだったんだろうって笑える日が来るんだ。嬉しいね、16歳の裏若き乙女に加藤さん好きですって捨てたもんじゃないね。羨ましいは幻想だから、最後の閲覧でした。いい気持ちで寝れます。おやすみなさい。うん、おやすみ。また明日会いましょう。おやすみピロニ。あとピロニ会いてもいいよ、お父さんが頑張って稼いだお金だから、自分でお金稼げるようになったら俺に投げてよ。そのお金は重たいよ。大丈夫、ここはあの大人の人がたくさん稼いでたくさん俺にアイテム投げてくれるから、20歳以下の人はアイテム投げなくて大丈夫。うん、あの普通にコメント書いていいからね。尾崎豊か歌手みたいな感じ。アイテムありがとう。尾崎豊はね、多分ね、真理をずっと探してたんだと思うよ。おー、みゆきさん、いらっしゃい。いらっしゃい。ずっと戦ってた、本当のことはこうなんだって。嘘をつくなって。だから苦しんだ。だから薬に頼った。だから早く死んじゃった。歌で戦っちゃったんだよね、救えなくて。自分が許せなかったんだよね。だからこそ響く。ずっともがいて、ずっと苦しんで、でも愛だけなんだっていうことは、凶暴な歌を歌う、社会に対して大人に対してむき出しで本当のことを言えよってずっと言ってるんだけど、愛を歌う時の尾崎豊よ、きしむベッドの上で優しさを持ち寄り、きつく体抱きしめ合えば、それからまた二人は目を閉じるよ。悲しい歌に愛がしらけてしまわぬように。とは、愛する時だけは、人を愛する時だけは素直になれたんだよね。深いだって、あー素敵、あーいいこと言うね。そう、オウム真理教に入信していった人たちもそうだよね。そう、虚像だって、これは現実じゃないっていうことを言ってたんだよね、直感で。これは嘘だって。火でもそうだよね、目の前に映る全てのものが化け物に見えるって言ってるもんね。でも火ではね、向こうに行ったね。うん、すごいね、ロケットダイブとかまさにそういうことだもんね。何年待ってみても何も降ってきやしないんだろうってピンクスパイダーとか、ね、翼が欲しいとか、ロケットダイブとか、少し向こう側に触れて戻ってきたりして、結局向こう側行っちゃったね。向こうへね、向こうに行っちゃった。だからね、向こうのパワーを使うと殺されるんだよ。
あんまり使いすぎると。キリストがそうでしょ。イエス・キリストは1年で殺された。わかるよ。だから俺はひっそりとやるこの活動は。おそらくものすごく苦しみを味わってる人がいるから、耐えきれない苦痛を俺は和らげたい。地獄の中に生きてる罪のない人、耐えきれない人のために少し心の負担を少しだけ軽くしてあげたい。その子をその救うことは俺にはできないの。その子自身が自分と向き合って扉を開かないといけないから。でね、俺はでも少しだけ軽くしてあげたいのね。少しだけだけど、本当の本当に気まぐれ、気休めかもしれないけど、たった1日たった5分だけでもいいから、お疲れ、ほんの一瞬でもいいの、少しだけ楽になってくれたらいいな。少しでいいから。全員を完全に救い上げてあげることはできないけど、ほんのちょっとだけ、それしかできないね。ごめんね。何かヒントを与えられたらなーって。生きるヒントをね。疲れてるんだよ、みんな。みんな疲れてる、みんな肩を凝ってる、みんなイライラして、みんな本当は泣き出したい、本当は吐き出したい、窮屈で辛い、納得がいかない、歯を食いしばって我慢して。わかるよ。そばにいないって、誰もって。違う、自分に価値がないんじゃないかって。違う、価値がなかったりするのじゃない。その輝くから、必ず全部にその光が訪れる。全員に必ず。その時のために、その日が来るのはだいぶかなり先の話なんだけど、一人一人に。だけど少しね、やっぱりそういうことが起こるんだよっていう、その待ってるからねって。だから不安にならなくていい。不安なんだよな、怖いんだよ、不安なんだよ。違うよ、全然大丈夫だから。安心していいよ。俺が約束するよ。迫力あった？ありがとう。だから疲
少しね、少しだけ楽になってください。少しだけ。すぐそばに、すぐそばにあります。優しくなれます。大丈夫です。一番上手かったのキタビさんでしょ。キタビさんかっこよかったよ、声。キタビさんでしょ、一番上手いのは。インチキさん歌ってたっけ？何歌ったの？インチキさん尾崎歌ってたね。そうだ、それで尾崎歌ったんだ。 I love you 歌ってたね、インチキ大王さん。あの人もいい人だな、昔からお世話になってるけど、あの人もすごいね。みんながね、幸せになったらいいんだよな。大丈夫？不安がない？安心していいかんね。怖くないよ。テンション上がった？
ありがとう。ポポさんから花火いただきました。ありがとうございます。ポポさん花火ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。たくさんいただいちゃったな、申し訳ない。ありがとうございます。素敵な恋にしよう、初めてのキスのような、シャララな言葉じゃなくても、透明な想いのまま、スパンドもヒデ好きだよね。ピンクスパイダーすごいよね。ピンクスパイダーって向こうの歌だったんだな。向こうに行きたいって歌だったんだな。やっと意味が分かった。君は嘘の糸張り巡らし、小さな世界四角いと思っていた、近づくものはや何でも傷つけて、なんだっけ、君は空が四角いと思っていた、なんだっけ、蝶の羽いただいてこっち来いよ、向こうでは思い通りさ、ピンクスパイダー。ピンクスパイダーすごいね。翼が欲しい。君は空を睨む。うん、お疲れ誠、どうだ調子は、元気、いらっしゃい、来てくれてありがとう、元気にしてる。会いたい？会って何しようか。東京来て会いたい？俺に会っても何もねえぞ。大手さんところ行きな、大手さんのところ。俺に会ってもしょうがないじゃん。リスナーさんとは最近あんま会わないな、うん、ああ中西マン聞いてくれてんだ。コメント書いてくれたら嬉しいんだけどな。中西マンいいやつだよ。ちょっとひどいことしちゃったけどね。俺がイライラしててブロックしちゃったけど、まあ、優しいから許してくれるっしょ。許してくんなかったら謝ろう、ごめんって今日言ってた。
コメントしないんだ、うん、なんでだろうね、コメントしないんだ。リアト2、いや、会うべくして会うからな。だから会いに来てくれたら会うよ。ただ会いに来ないんだよね、誰も。普通に来ればいいのに。まあ捨て頃の時に飲もうかなと思ってるから、捨て頃の日に東京に来てくれれば、まあみんなで飲むけど、みんな来ないんだよね。今日の花見とかもね、別に来たら一緒に飲んだろうし、うん、宮城くんと何回も会ったことあるよ。友達だね。そうだね。みんないつもありがとうね。今日俺明日シルバーの打ち合わせあるから、もうそろそろ寝るわ。うん、昼に多分シルバーの事務所から配信、あ、配信できないか明日は。うん、じゃあみんなおやすみ。ありがとうね、いつも。おやすみ、またね。
ゃん。